近い心理学。それではラジオネーム粗相のフリーレンさん、ありがとうございます。粗相しちゃった、粗相したんでしょうかね。で、フリーレンさんは粗相されるんですかね、はい、しかもフリーレンのフリーはカタカナで、レンは練習のレンなので自主練でしょうかね。なるほどですね、自主練で粗相しちゃったという、もしくは粗相する自主練をしたのかもしれませんね。なるほど、なるほど。岩野さん、青木さん、こんばんは。どうもこんばんは。どうも。いつも岩野さんに質問を送っていたので、今日は青木さんに質問します。 ご指名だよ。体調悪い青木の質問をここで繰り出しますか、岩野さんは。すまん、あの中身まで確認してなかった。青木さんはもともとバンドをされていたとのことですが、現在心理学に関わる仕事をされているのはどういうきっかけがあったからなんですか、たまたまですか、というお便りです。あれですね、深めの質問ですね。まるちょっと私起き上がれない状態だったんですけど、その中で岩野さんはこの質問を私に投げかけるっていうのが本当に岩野さんですね。ごめん、こんなことになるとは思わなかった。いや、まあでもバンドやってた時ね、あれですよ、バンドから心理学には行きましたけどね。確かに前ね、そのうつ病のね、有病率を下げたいっていう話はしてたけどね。まあそうですね、それはまあ心理学学んでから何をどうしたらいいかって考えた結果、うつ病の有病率を下げるっていうのが効率がいいんだろうと思ったっていうのはありますけどね。まあその手前はやっぱりなんかバンドだとね、どうしてもそれ以上はうまくいかないかなっていうふうに判断したので、まあ大学行こうかなと思って、で、まあその当時、メンタルヘルスとかについての話題が結構フィーチャーされて、厚生労働省とかでも疾病の中にだいぶ組み込まれてきたような時だったんで、三大疾病から四大疾病で精神疾患もっていうふうに言われてた時期だったので、まあなんかやっぱりそういうので役に立てるような仕事がいいかなとは思ってましたけどね。なるほどね。まあ、今はもう四大疾病とかね、あと復職で一番多いのはメンタルヘルスとかってあるからね、うん、あとですね、私睡眠が本当クソほど悪化しやすいので、なんかあの夜勤は無理だなと思ったんですよね。だから医師とか看護師っていうのはちょっと選択肢なくて、なんか良さそうなのって考えた時に、あ、心理師かみたいな。あ、じゃあ元から医療系とかに興味あったんだ。そうですね、まあなんか人の役に立つ仕事っていうと医療系かなって思ってましたけど、まあそっちに行くか、インテリアとか作ったりなんかデザインする仕事に就くかなって、なんかちょっといろいろ思いましたけどね。ああ、インテリア系だったんだ。まあ面白そうだけど、それもとか、まあいろいろやりたいことありましたね。イベンターとかも、まあバンドやってたからいいんじゃないみたいな感じでも言われてましたしね、うん、イベントもなんかいろいろバンドやってる時に実際やってたから、うん、まあ、そういうのかなと思いましたけど、まあ心理師かと思って、なんとなく心理師にしました。で、なんとなくのまま今大学で教えてました。そうですね、まあ、認知行動療法とかは面白いなと思ったんで勉強してて、うん、そうね、認知行動療法とか、まあ、なんだろう、知識だけど実行できるっていうのは、まあ、我々の強みではありますからね。そうです。ちょっと私が今日の体調で話せるのここら辺ぐらいまでだと思いますので、はい、またの機会にまた質問していただけたら、体調いい時にお願いいたします。はい、粗相のフリーレンさん、ぜひあの次は粗相じゃないフリーレンをお願いします。バチコイ心理学。それではラジオネーム岩野俊太郎さん、ありがとうございます。どんな人ですかそれ、いるのかなそんな人。いや別にただの名前だからね。まあね、だからいるのかなと思って。山田太郎みたいなもんでしょきっと。そんなにポピュラーじゃないでしょ、どっちも。そうかな、まあ岩野はあんまりいないな。よし、ね、うん、バッチコイこんばんは。どうもこんばんは。どうも。あ、ごめん、青木さんに質問です。なんで選択的にそればかり選ぶんですか。ごめん、なんかこうその前のやつがちょっとバッて見ちゃってさ。青木さんは既婚なんですか、もし未婚だったら岩さんとどうですかっていうのよく分かんない質問をいただいております。結婚してますよ、私は。青木俊太郎は既婚です。はい。未婚なら岩さんはどうですかって、私はストレートですけどね。ああ、そうですか。ああまあね、なんか私よく友達の彼女とかにあまり仲良すぎて勘違いされることは多々ありますけど、ね、ああ、そ
岩野さんだけじゃなくてそういうも関係なんじゃないかみたいな感じで思われがちですけどね。そうか、もうそういう感覚とか話題すらないもんな俺な。そう、まあ、そういうのはあまりというか全くないですね。はい、ていうか私あの結婚する気がないのであのシングル派ですから、あのどっちにしてもダメだと。どっちにしてもダメです、前提として。はい、男だろうと女だろうが何だろうと結婚する気ないです。はい、バチコイ心理学。岩野がやっている認知行動コンサルティングオフィスでは研修の講師や個別のコンサルティングを受け付けております。詳しくは概要欄からぜひ。